U23 日本代表パリ五輪予選に向け26人が発表されたというニュースです。こちら上杉さんお願いします。はい、あれこれサッカーサッカーわかんないでしょ。サッカーは僕だって中学時代サッカー部で、あれですよ。マジか。アメリカンワールドカップを見に行ったし、当時イタリアとメキシコワールドカップは生でテレビ中継で見ました。ということで最近の方がわかりません。2002年のね、日韓ワールドカップは、取材しに行きました、ね。で、まあ何を言いたいかというと、アンダー23、最近のね、サッカーはちょっとよくわかってないんです。いやいや、ここは大丈夫でしょうね、玉木さん。ね、いいんですけど、上杉さんに僕は聞きたかったのは、パリオリンピックの予選たくさんやってますけど、パリオリンピック大丈夫なんですかね。あ、これオリンピックの方ですか、今度。オリンピックのこと。だから、あれ、あの開会式をセーヌ川でやるでしょ。はい、これ、本当にできるんですかね。今のウクライナ情勢とか、ガザの情勢で。まあ、なんかやることはやるんじゃないかなと。もっと心配なのは、大阪万博大丈夫ですかね。大阪万博はもうやらなくてもいいでしょう、あれ。いや、やらなくていいんですけど、いや、もう、ああいう、要するに世界的なイベントっていうのは、もう時代とともに、もう消滅してって、それこそリモートも含めた、ネットの力を使って、全世界で同時にやるとか、そういう時代になったんじゃないかなと思うんですよね、スポーツも含めて。だから、今回のちょっとアンダーテン、まあ、サッカーは、何かというと、中継も、これ今、放送でやってますか、サッカーは。ウェブですか、ね、やんないでしょ、多分。実はこのノーボーダー社って、日本で初めてサッカー中継をやった会社なんですよ。実は競技場で。やりましたね。玉木さんご存知。あれは日本で最初で、横浜マリノスと、サフェンス広島ですね。アンダー22かなんかの、はい、決勝の方、はい、当時、三沢でやるのに、あそこにね、Wi-Fi も何も通ってないんで、全部有線で引っ張って横浜市と交渉をして、そして金子、ダブル金子の解説で、で、ノーボーダー中継でやったんですが、その時にもう邪魔されたのは、サッカー協会とテレビ局です。で、もうみんな喜んでくれたんですよ。お母さんたちも、選手たちも。だって映って、全中継してたわけですから。で、これからはこの時代だねと言って2011年でしたね、あれちょうど。で、そしたら、一回やって潰されました。要するにテレビ局とかサッカー中継、やってないんだからやればいいじゃないかと。言ってやったら、もう二度とやるなと。で、今頃になってなんかいろいろやろうとしてるけど、こうやって結局スポーツとか文化を潰してるのっていうのはテレビ局なんですよ。電通を中心とした。だからもうね、これ10年なんて経ってから、だって、もう私自身はもう完全にもう諦めモードなんで、もう、あそこの時代にまで到達しないと、日本は。私、でも、さっきの話聞いてて思い出しましたけれども、ノモがドジャースに入った時って、アメリカのストライキとかで大変だったんですよね。そうそう、ロックアウトの話でした、ね。あの時にストライキで、アメリカから日本に野球中継を買いに来たんですよね。うん、そうですよ。ところそれ売らなかったんですよね。それ面白かった。それと NBA が初めて日本で、中継された時、あれは確か神戸のサンテレビかなんかなんですよね。あれ売ってたのはキーナーとが代理人になって、はい、売ったのが、シーズン100万円ですよ。でそれで100万円でいいから全部買ってくれって言うんで、でそれでサンテレビが買ってやっていたっていうのは、ああいう商売のやり方っていうのはやっぱりうまいっていうか、すごく根っこが張りますよね。そういう感覚日本には全くないですね、スポーツに関しては。ない、ない。商売下手なんかなっていうか、知らないんじゃないですかね、どこにお金のなる気があるかっていうのは理解できてないと思いますよ、スポーツのビジネスに関しては。アメリカに野球売らないっていうのは、読売新聞は日本語しか売れないから、アメリカで売る気ないからかなっていう、そんな感じがしております。